皆さんこんにちは。今日の舞台となる G-TECH コミュニティスタジアムはすでに大勢のサポーターの熱気で包まれました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、見逃せない試合になりそうですね。個人的にもこのカードを楽しみにしていました。いい試合に期待しています。この選手はいつも注目の的ですよね。チームにとって欠かせない存在です。この前の試合は素晴らしい出来でしたね。2ゴールは見事でしたよ。今日はマークが集中するでしょうね。こちらがホームチームの先発メンバーです。一般的な4-3-3を採用しました。3トップの連携が重要なシステムです。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。福西さん、5-3-2のフォーメーションでしょうか。はい、健康な守りの形ですね。2トップとの間をつなぐセンターハーフがどれだけ攻守に貢献できるかがこのシステムの鍵でしょう。前半が始まります。キックオフです。アンリクリスティアン・ノアゴール、相手のパスを通しません。ファールがあったもののアドバンテージを見ています。相手ボールになります。シーズンはそろそろ中盤ですが、上位陣は接戦ですね。力の差があまりないようです。最後まで粘って面白い優勝争いを見せてくれるといいんですが。サンビ・ロコンガ、いいところへ出しました。これは決めたい。ディフェンスがうまく対応。いいボールが出ました。コーナーキックになりました。プレッシャーをかけられてもボールを渡しません。マーベラス・ナカンバ、素晴らしいスルーパス。これは味方に通らないか。ゴール決まった。先制ゴール決まりました。キーパーとしてはサポートが欲しかった場面ですね。2人を相手に止めようとしましたが、これはどうしようもありません。均衡を破れて監督も嬉しそうですね。ここからさらに感情がヒートアップしていくんじゃないでしょうか。ここで相手ボール、
レフリーはアドバンテージを取りました。プレーを止めません。さあ敵陣へと攻め込んできました。仕掛けていくんでしょうか。いい攻撃を見せましたがここでボールを失います。スペースへのボール、また決めたかと思いましたがこれは入りません。そうそう決められませんよ。警告が出るようです。ここで1枚もらうのは痛いですね。コーナーキックを蹴った。ここでなんとかボールに寄せてきました。危ない場面でしたがクリアしました。ここはサイドのスペースを使ってきました。攻撃はここまででしたね。相手チームにボールが渡ります。レフェリーがファールを取りました。フリーキックです。いい寄せです。サイドのスペースを使ってきます。さあここで折り返した。ナイスセーブ。サイドに空いたスペースを使ってきました。決まるか。ここでうまく対処します。前半終了まであとわずかとなりました。このままならアウェーチームがリードしたまま後半も迎えることになりそうです。同点で前半を終えるか、僅差とはいえリードして終えられるかでは大きな違いがあります。とにかくこの1点をしっかり守ってハーフタイムを。あ、チャンスですよ。決まった。同点です。試合を振り出しに戻しました。リプレイが出ます。まずはこのクロスですよね。味方の位置をよく見ていました。そしてこの冷静なフィニッシュ、ジャンプせずに頭で合わせてきました。前田。アディショナルタイムは2分と表示されました。前半はここまで。 G-TECH コミュニティスタジアムでの一戦はハーフタイムを迎えました。G-TECH コミュニティスタジアムでは後半が始まりました。ファールを取りません。流しましたか。これはいいクロスだ。止める。止めます。
主審は迷わずペナルティースポットを指差します。これで試合が決まるようなことにならなければいいですね。 PK が与えられて選手退場。この後は少ない人数での戦いを余儀なくされます。攻撃にも人数をかけづらくなりますからね。ここはなんとかキーパーが止めてくれるよう祈るしかありません。この PK を決めれば1点リード。ここは冷静にペナルティを決めました。ここは無難に PK を決めました。キーパーは山を張ってダイブしたようですが、読みとは逆の方向に蹴られてしまいました。監督も厳しい表情です。早く同点に追いつきたいでしょう。前田、サンビ・ロコンガ、ボールが足につきません。ルーズボールだ。前田、キーパーが止めました。ファインセーブです。選手を交代するようです。コーナーからエリア内へ。おっと、キーパーが止めた。決定的なヘディングシュートを阻止しています。あのヘディングシュートに対応するのは。おっと、キーパーが止めた。強烈なヘッドもなんとかセーブしました。コーナーキックとなります。決まった。ゴール。選手が一人退場したにもかかわらず、ここで同点に追いつきます。リプレイが出ます。このコーナーは用意してきた形でしょう。そしてうまくヘディングで合わせました。冷静なフィニッシュです。これで同点となりました。次のゴールはどちらのゴールとなるでしょうか。ベイリー、アレックス・サンドロ。相手にポゼッションが移ります。カウンターを狙います。上がっていけるか。ここでなんとかボールに寄せてきました。さあ、リードできるか。キーパーがゴールを守ります。これはファインセーブ。システムを大胆に変えてきます。ボールはゴール前へ。キーパーが止めた。好セーブが光ります。高い位置でカットします。中にいる味方に渡ります。サイドからのボールは相手の選手に防がれました。アレックス・サンドル。ポゼッションは相手チームに移ります。
アレックス・サンドロ。チャンス来た。キーパーのファインセーブですね。サポーターの声援に応えるチャンスがやっと巡ってきましたね。このコーナーを勝ち越し点に結びつけたいですね。中へ切り込んできた。どこにボールを動かすか。試合はゴールキックから再開となります。試合終了まであと15分あります。ドリブルで相手ゴールに迫ります。シュート、しっかりとブロック。さあ一気に仕掛けるか。ゴールを見る。フレッケンが防いだ。ナイスセーブです。絶好のチャンスも相手のキーパーに阻まれてしまいましたね。残り時間を考えれば勝ち越すのはかなり難しくなりました。はい、しかし相手はまだゴールを狙っていますね。中で選手が待っています。一旦クリアしてピンチをしのぎます。大事なコーナー。コーナーから中へ。ディフェンダーがクリアしました。残り時間は2分です。フラッグが上がっています。オフサイド。この攻撃をゴールに結びつけられれば勝ち越しです。決まった。ゴールだ。退場者を出しながらも試合終盤にゴールを決めてきました。これで勝ち越しです。ゴールを背にボールを受けたのによく決めましたよね。テクニックで決めたゴールと言えるでしょう。ボールを失いました。いいロブパスです。ボールを失います。イッサ・カボレ。高い位置でインターセプトします。試合終了です。アウェーチームが見事に勝利を収めました。最後の最後に見事な決勝ゴールが生まれましたね。よく言えばもう少し早い時間に決めていればサポーターも心配しなくて済んだんじゃないでしょうか。
とにかく非常にエキサイティングな試合でした。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。